はい、皆さん、こんにちは。ティラミスです。今回はね、この普通のケルビン、青ケルビン使っていこうかなと。これ使うの久しぶりなんだけど、なんで使おうかって思ったかっていうと、結構環境も変わったし、ワンチャン強いんじゃねみたいな。てか、このギア、やったことなかったんですけど、最近ちょっとカムバックの強さに気づいて、カムバック、スペゾー以下族上がるの強いなって。てか多分このギア強いんじゃね？試してなかった。このギアを普通に。っていうわけで、このギアでね、潜っていこうと思います。では、試合にどうぞ。ちょっと話すの忘れたんで、ここでちょっと話すんですけど、さっき言った、見せたギア、あれ、基本的になんか、マニコラとか、あのギアの人がめっちゃ多いかなって、思うんで、マニコラと全く同じ感じのギアですね。あれは。そう。あれ、ちょっと試したことなかったんでね。青ケルビン、結構強いんじゃねっていうことで。オッケフトとか、ワンチャンありかもしれん。と思って。そういうひらめきね。マッチングいたしましたっていうの忘れた。マッチングいたしました。攻めしか。普通にマニみたいな動きするギアすごっ。トーピードやばすぎだろ。ギアのトーピードを絶対投げまくる感じだろ。よし、これはトラップをねみたいに仕掛けて、じゃあこれカムバーだから止まるとかない。うわ、マジか。ちょっと待って、マジか。ちょっとマジかよ、今の。本当にたまたま見て、マジか、もう。突っ込むの早えよ。さあ、こいて。いや、これ、相手は、いや、うわ、いい。ちょっとさ、たらちょっときついわ。やばい、ここまで何もしてない。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。で、トラップ、狙わず。制限強えな。これ死んでるのにやっぱ溜まるんだね。制限カムバ最強やろ。勝った勝った勝った。もうこれ撃ってるだけで勝ちよ。勝った勝った。勝った勝った。やばい、制限カムバックの効果がすごっ。制限カムバすごっ。この試合ちょっと何もしてないから動画、ちょっとやめようかなと思ったけど、ちょっと制限カムバックの強さがめっちゃ出てたから、しようかな、これ。スペゲンカムは強くね。はい、マッチングいたしました。スメーシーワールドと。スメーシーはトラップが結構なんかエリアちゃんと置けるから強そうだ。ちょっと結構可能性をちょっと感じてる。冗談とかじゃなくて。いや、カムバをつけたら世界が変わったかも。めっちゃいるやんけ。これは止まりそうなんだよな。ちょくったけど、やべえな、数は。めっちゃちょくったけど、アーマーが強すぎる。おしまい。いやー、なんて言うの。いや、でも、まあ。じゃないな。でもっていうのは今2人一応敵を下ろしてたから、ワンチャンその敵が濡れなくなるから、ワンチャンこっちあるかなと思ったけど、いいね。たまるな。早い、カムバ早いな。たまる。いや、割ったけどって感じだよね、これ。いや、いや、やれんか。お、そうか、勝った。勝ったけど、オッケー。危ねえ。いや、これ、おかぶ一回塗って。い
やめてやめてよ。いやーこれ、いやー持ってけんわ。いやこれ引いていいと思うな。あーでもまあワンチャンかけても今洗濯機だったら着地で引いたところで結局打開につながらんからワンチャンかける感じでもいいわ。まあまあそれは怒らんわ。だけど、きついな。多いなぁ。どうだろう。一応一番落としてるんだけど。ナイスナイスナイス。ちょ、お前もう降りろ降りろ降りろ。もう全然、もう投げんな投げんな。もう味方の通してくれたの。あれもナイスな。どうだろう。これ多分溜まるっしょ。トラップを組んじゃなくて、ちょっと、やるか。何これ、仕掛けてくんのこれ。雑魚絶対溜まったんで。これ結構アドじゃない？でもこれ打つだけで相手きついっしょ。ドーン、ドーン。はい。いや、なんかやれそうな雰囲気あったの、やれんかったんだけど。え、でも相当今の圧になったよ。全員いてたもんな。こう仕掛けるか、トラップ。エリアじゃないけど、ここは刺さりそうだ。これ、これドラップ待ってる、ドラップ待ってる。いけいけいけ、トラップ。相手一人を僕もここで打開できちゃうな。でこれ絶対止まるし、どうこれ落ちちゃうわ。これはこれは落とせる、これは落とせる。やれ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 よ。まあワンチャンそのときで狙いでいいかな。これはナイス。トラップさんもあるんでね、これはい勝ち。強え。いや俺結構バカにしてたけどカムバックを積んだら世界が変わった。ケルデコと違ってなんかキルは取りやすい。だからケルデコとはちょっと違う。なんかケルデコはね、なんかキル性能を落としてる代わりに、なんだろう、ヘイ、てかケルデコはちょっとヘイト集めとかそういう、あれが大きいんだよな。はい、マッチングいたしました。まあ、大トロと。まあ、いいっすね、大トロ。さっきからちょっと来てなかったんで。いや、やっぱね、ノラは勝てるな、少なくとも。なんか、こう。スフィアって結構、ケルデコと比べ、まあケルデコと今比べてるんですけど、スフィアって結構、なんかエリア塗ったりとか、なんか直接的な自分のキルで、なんか、試合を決める感じじゃないから、だけどなんか、青キルはなんか自分のキルで試合を結構決めれるから、勝ちやすいわ。なんかジェッパーとか、てか、ジェッパーがね、やっぱジェッパーちゃんと、なんだろう、活躍するように使えば、勝てるからな。っていう感じだ。やれんじゃね？やれなかったら謝罪します。微妙なところ。いやあいつが集まんわ。てかさ、オートロマジでクーゲルめっちゃ強いよな。ガチマのオートロクーゲル最強じゃない？マジで。今スペキオの効果生きたな。絶発で、ちょっとそっち行ったところでスクールでやれんからやれんちゃう。いやーすまんわ。じゃあ同時に来ちゃったな。無人化クライムが強い。読まなくてもよかったかもな。美人格プライムだったら多分ほぼ勝てんわ。普通
のプライムだったらだけど、もう、いや、メイン性能3つ繋げるから、入って。ここも、絶対結構、いや、打開しやすいよね。いいな。で、それを落として、コスパ入って。いや、それ落とす。これはやったけど、いや、マジか、これ。もう一回キル取んないとだな。いや、これ右からクエル来ちゃったら、だよね。じゃ、右からちょっと諦めよう。ちょっとステッパー温めるこれ。僕ナイスだね。ここ落としてくれてんの、これが。オッケーオッケー、ここジェッパー捕まうわ。オッケーオッケー、ここジェッパー俺温存してるから。やれるべ。ナイス、ありがとう。コントラップ結構高いぞ。こういったから、なんかこっち来たら打ち合い勝てるし。おら。おくおく。行っただろう、だから。いや、待って。エリアピカ取られちゃってるか。おくおく、ナイスナイスナイス。それさせるさせる。おくおく。ナイス。で、おく、ここジェッパー溜まるから。ラップだけ置いて、ここは落ちないようにしよう。こう俺がワンチャン通せば勝てるな。難しいけど。あ、マジか、今の直じゃないの。俺やったけど。いや、すまん。初段直じゃないのか、今の。しかしトラップの、いや、トラップ最強。トラップ仕掛ける、トラップ置く、トラップ置く。ナイスナイスナイス。OK。ナイス。いや、青ケル強っ。めっちゃ強いんだけど。この動画を撮ってから、まだ負けてない。またちょっと3試合以上やっちゃうと、ちょっと、動画がちょっと多くなってしまうので。次回ちょっと青ケル取るかもしれんわ。また思ってる以上に今俺の中で熱いので、まあ、ていうわけで本日の動画は終わります。では皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。